石井選手です。マスク外した方が綺麗な顔が見えるんだけど。え、どっちでもいいんです。皆さんどうしてますか。外してる外してる。いかんいかんいかん、はい、別に離れてるから分かりました。問題ないと思うね、はいはい、マスクもね、なんかいろんな種類持ってる、うん、なんか結構いろいろ使い分けます。自分で作ったりするの。これは自分で布を選んで、うん、母が縫ってます。あ、お母さん、はい、お母さん得意だよね。なんかいろいろ作ります。へ、はい、じゃあ生地だけ買ってくるといろいろ作ってくれたりとか。そうです、いい生地を見つけると、うん、これで何って言えば作ってくれます。で、何いろいろ持って使い分けてるの。生地とかで気分で使い分けます、うん。練習中はやらないよね。練習中もでももがき終わったらすぐに手洗いとうがいとして蓋をするように今はしてます、うん。普段はだからあと服に合わせてとか。あ、そうですね、服に合わせて、ね、はい、まあ、あんまり外に出ることないと思うけど。ちゃんとそうですね、バンク行くぐらいです、ね、家の中ではしないでしょ、はい、あ、でもガーゼのをして保湿してたりします。あ、そういう部分ではね、はい、あ、だからまあファッション楽しむみたいにマスクも楽しんでみたいな。そうですね、もう今年からはそんな時代になっちゃいます、うん、ね、はい、こればっかりはね、うん、どうしようもないんで。やっぱ練習にも影響とか出てる部分ある。まあ、その一番ひどかった時は松戸競輪場が使えなくて、うん、まあ、バンク練習をすることなくこう1ヶ月ぶりに競争に行ったりするとちょっと辛いなと思ったんですけど、うん、今は練習はそんなに影響は受けてないです。うん、まあ、グランプリに向けてのトレーニングっていうのは、まあ、一月、出走しない時間をいただけたので、うん、まあ、計画的にやってこれたかなと思います。やっぱりレース見てると、ね、思い切って先行してみたりとか、まあ、メンバーにもよると思うんだけど、はい、あとは追い込みにもあればしっかりね前を捕まえるみたいな、いや、もうなんていうんですかね、本当に力だけではもう本当に強い選手に何枚も劣るような部分もあるので、もうできることを本当にコツコツと精一杯やりたいなと思ってます。まあ、だけどね、うまさみたいなものはもう当然身についてきてるしね。だといいなと思うんですけど、うん、だってレースたくさん走ってるでしょ。そうですね、そうですよね、はい、ね、気がついたらもうデビューして何年。7年ですか。あれ2013年ぐらいにデビューしてるの、うん、7年ぐらい、ね、はい、ね、気が付いたら自然走ってるわけだし、はい、ね、その中でねやっぱり身につけたものたくさんあるだろうし、うんうん、まあ、その毎年毎年の集大成がこのグランプリになるわけだけど、はい、グランプリに臨む気持ちってどうなの。やっぱり選手になる以前から、うん、グランプリで勝ちたいと思っているので、うん、まあ、1年に1回しかそこにチャレンジする機会がないので、うん、とても大事だと思うし、まあ、絶対優勝したいなとは思ってるんですけど、なかなか今までは勝てなかったレースですね、うん。まあ、でも一発勝負って結構嫌いじゃないでしょ。まあ、何回も出させていただいているのもあって、うん、まあ、少し慣れてはいるかなと思います。うん、普段の会社みたいにね、予選が2回あって決勝っていうのと、うん、まあ、一発っていうのは、うん、なんか若干そのコンディションの作り方みたいなの違ったりはあしますね。入る前がやっぱり絶対にこう体調崩したりとかないように、うん、一発の時は余計に気を使います。うんうん、どう体調管理ってやっぱ食事とかも随分気遣ってる。食事、そうですね、体重が結構減ってしまうことが多いので減らないように気をつけてます。練習すると体重減る。ストーンと落ちてしまう時がたまにあって、あまりそういうのないように。それってコンスタントに食べないんじゃない。コンスタント食べてるんですけど。食べるのいっぱい食べてる。いっぱい食べてると思います。あ、そう、はい、じゃあ世の中の太ってる人が聞いたら羨ましいと思うよ。でも食べても痩せちゃうっていうのは太る時もあるんですよね。それである。増減があんまりないように。それって何、練習の内容とか関係ないの。練習のかあると思います。あると思うし、なんかこう体調だったりバイオリズムみたいなこともあると思うんですけど、うん、まあ俺たちの時代って普通に体の練習とか行くと、うん、体重測って1回行って、まあ、100キロぐらい乗って帰ってくるとやっぱり 5、6キロ減ったりするしね。そうですよね、それぐらい消費しますよね、うん、そう。ただ晩飯食うとまた元に戻るから簡単に強靭ですね。どんだけ食うんだみたいなね100キロはでも30キロぐらいでも多分900キロカロリーぐらい使っちゃう計算なので、うんうん、すごいですよね。そこはね、はい、しっかりと管理していかないとね、まあ、考えながら、はい、みんな聞いてるけど目の前に車がありますが。本当ですね、はい、去年もあったんですよね、うん、去年もあるとどう。もうすごい
太っ腹ですよね。なんか気持ちがよっしゃみたいになる。もう盛り上がると思います。あのゴールの向こうには車が置いてあるので、ね、あれゴール線先頭で通過するとあれもらえるんだから。あ、本当ですか。そのまま行っちゃいそうですね、車に。ね、みんな欲しいと思うけど。本当ですね、はい、頑張ります、はい、ではファンドムさんに一言。はい、今年もグランプリに出場することができました。しっかり感謝して精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。